どうもしゅんです。こんにちは。どうも宮山です。ふうみんです。わたしひみです。僕は今武田塾の本社の方にお邪魔しております。武田塾の林社長に最終面接を僕らがさせていただくという形で、若手 TV のお二人と今日は受けさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コラボ相手、高学歴じゃないとダメなんですよ。ルールがあるのよ。コラボ相手、高学歴じゃないとダメなんですよ。大丈夫？大学どこなん？金沢大学です。おう、OK、OK。よかった、その OK。センターもちゃんと突破してんのね。突破しました。OK。じゃあいいよ。協力するわ。ギリギリちょっと足切りを通過できたということで。はい。まあ、同じ立場ですけどね、今日は。あ、なるほど。今日はちゃんとしっかり面接受けて。おお、でも俺、言いたいことは我慢せず言うよ。いいっすよね。いいね。そんな言いこぶらなくていいんでしょ、面接。いいでしょうか、社長。もう全然全然、もう、ほんとね。ぶっちゃけで言いますか。本当ね、先に申し上げておきますけど、G マッチの学習院卒業。ちょっと待ってくれ。すみません、俺どんな企業に面接受けに行ってないか。いいじゃん、本当。ふみんさんクラスにお越しいただいても、本当。すみません。ふみんさん、その学習院が作った塾とか受けられるんですね、本当。いや、受けたくないじゃん。受けたくないじゃん。おい、京都大学やったんすよ。なるほど。東大のこの俺が学習院の社長の下でペコペコ働くなんて絶対嫌。いや、待て待てよ、お前よ。知り合いの高田文宏先生が働いてる武田塾の社長さん。うん、あ、なるほどね。あ、じゃあ僕知ってる人が働いてるから。そうそうそう、なるほど、なるほど。まあ、とりあえず、面接の話を受けましょう。僕自身武田塾さんのことは受験生時代から知っていまして、林社長とあの山見さんという塾講師の方がいらっしゃってたんですけど、受験生の時見てました。はい、結果的には受からなかったんですけど武田塾ってこういう新しい授業をしないスタイルの塾あるんだっていうのをすごく受験生若い時から知ってまして、そうなんですね。僕、ちょっと弱み見せることになるんですけど、もう学歴しかないんです。学歴しかないんです。認めたな、どうぞ。いや、もう、とうとう認めたな。女性にもモテないし、ね、ちょっと性格もよく悪いって言われることが多くて、僕、もう、とりあえず学歴しかないんです。もう、だから、まあ、学歴しかない自分が働けるとこ言うたら、まあ塾かなと思って。兄弟やったら自分的に採用でしょ、塾。いやいや、そんな全部採用もないの。まあ一応そういう理由です。あのね、学歴を生かせるってやつだよね。そういうことね。大学受験が一番輝いてたって人、世の中いっぱいいますからね。何をしてるんだって。誰だよ、ほんまに。まあ、落ち着けよ。面接官だね。一番言われたくないって言われたから。ね、あのセンター試験で満点だった教科のことをずっと言ってる。やめろ、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 落ち着け、落ち着け。これが圧迫面接ですか。武田塾で、武田37から抑えれる逆転方法をして、棒になりますので、はい、武田塾に行かせていただきたいなと思います。それ本人ですか、友達の方ですか。まあ、ほぼ本人でいいじゃないですか。設定が悪かったんで、設定がよく分かったんですね。じゃあ、会ったことありますね。結構お世話になってますね。武田塾やったんか。ちょっと、そうだね。見てました、受験生の時に。いや、光栄です、僕、すごく。あ、本当ですか。設定がよく分かったんですね。ありがとうございます、本当に皆さんね、本当ね、あの DMM の押さえで使っていただきたいと思います。学生時代頑張ってることは、まあ、いろいろ YouTube であったりとか会社とかいろいろあるんですけども、共通して言えるのが、自分より格上の人に会うことを学生時代は一番頑張ってきました。で、例えば先ほど挙げていただいた企業の社長さんであったりとか、著名人であったりとか、あと就活サービスとかを作るにあたって、そういう同世代の仲間を作ることをすごく頑張ってきました。一番まあ学んだこととしては、僕にはそういう突出した能力がないので、約束を守ることと、目の前の人を助けるってことと、利益をシェアすることっていうことを学んできました。勉強っすね。大学生の時も勉強してたの？あ、ちょっと、大学生の時、いや、今も勉強してるんで、
あー、なるほど、はい、ずっと勉強民族舞踊とかやってなかった。なんでそんなの恥ずかしい。民族舞踊研究会入ったやん。お気に入りの民族舞踊はもうセルビアの踊りがあるんすよ。チャンチャンチャ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 ブッセロー、ブッセロー、ヘイヘイ、ブッセロー、ブッセロー、ブッセロー、ヘイヘイ、ブッセロー、ハッ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 
入ってくれないと思うんですよ。でもそういう人はうちの会社はですね、業務委託契約を結んで、はい、ずっと一緒にお仕事をするっていうことをよくやってます。なるほど。だからうちの例えば全国の教室長さんをもっと採用するために、うん、春ダイアリーさんの力を貸してくださいということで、ずっと例えば月々定額でもいいし、案件ベースでもいいし、でもできれば月々定額とかの方がいいよね、はい、だからまあそれで月々定額で払うからこういう企画を定期的にやってくださいとか、なんかいい学生がいたら紹介してくださいとかね、はい、そういう風にしたらしゅんさんは会社に入社しなくても武田塾の仕事ができるわけじゃないですか。だから本当にすごい人もう起業してる説なんですよ僕は。なるほど。だから本当にすごい、ね、もちろんトップクラスに優秀な学生さんもいるので、はい、まだ将来的に、ね、起業するっていう前のその原石みたいな方も大歓迎なんですけど、もうすごかったら起動しちゃってるわけですよね、はい、1年間もう自分の会社でやっちゃってるわけじゃないですか、はい、だからそういう人を辞めてうちの会社に入んないよってのは無理だと思う、うん、でもそういう人に力を貸してほしいので業務委託契約で契約をして、ずっと武田塾のなんか新卒採用とか、はい、転職とかのサポートをしてほしいなと思います。いやーありがたいです。大学生だけじゃなくて、若い、まあ若くなくてもいいんですけど武田塾に興味のある方はぜひ下の概要欄から応募してみてください。じゃあ最後はね、はい、ね、ビアンさん締めてもらいましょう。はい、ね、こんな会社やめろお前。何言うとんねんお前。